さて、日本一早米国株市場解説のお時間がやってまいりましたということですけれども、ダウは上がっておりますということになっております。それでなぜこの時間から始めたのかという話になりますと、私が NVIDIA を買いたいからという、まあ、ただそれだけの理由でしたと、いうことになっておりまして、5分早くするだけで、結構時間が大変なんだなということが今は分かりましてですね、ちょっと待ってくださいね、こうやって多分こうするんだと思う。あ、外れた。こうですよねと。で、これでこれをこう、あ、間違えた。こうするとちょうどいい感じになっているのではないかというふうに思われますというところです。それで、ちょっと待って、はい、これでこんな感じでいいと思いますけども、あ、それでコメントがどこか消えてしまった。はい、それで、あやかチャンネルさんおはようございますということで、それからフェイブさんおはようございますということで、のこたかさんおはようございますということで、まあ、意外と早く来ましたよねと、言ったところになるかと思います。まあ、私も昨日一日でやっぱりこうかなっていうふうに言ったような気がしますけどっていう、まあ、そんな感じにたまたまだと思いますがと、その通りになりましたと。それでワイシマさんおはようございますということで、忙しい相場ですね。何もしなければ忙しくないと、そんな感じの相場になって、おけば、あ、そんな感じになっていたかと思います。そうなんですよねということで、 A さんおはようございますということで、 NVIDIA 昨日買っておけばですね、今日 3% 儲かったと、しかも円安になっているということで、まあでも遅くはないというところで今日買おうというふうに思っております。ということで、あ、しまった、電気をつけるの忘れてた、照明をつけるの忘れてましたというところで、始めていきましょうかね。それでは日本一早い米国株市場解説始めていきますということで、今日は4月の11日になりました。4月の10日の米国株市場についてお伝えをします。で、明日から決算シーズンが始まりますということで、まあもう始まってっちゃ始まってますけども、明日から銀行の決算が始まります。で、ちなみに銀行の決算はおそらくどこも上方修正するんじゃなかろうかと、いったところになって、おりまして、まあなんでかという話になると、高金利だからというところです。それで決算シーズンに向けて指数は上昇に転じましたと。で、昨日の下落を取り戻しているわけではないとは思いますけども、必ずしもですけども、でもまあいいんじゃないでしょうかというところになっております。それで、生産者物価指数が発表になりまして、あの一部高いところもあるんですけども、市場は予想より低いという受け止め方になっております。まあここは市場はどう考えるかというところですかねというところですけども、それから6セクターで下落をしておりましてというところで、私が見たところではそうでしたと、いったところになっております。まあ、一応新しい数字ではどうかという話になると、やっぱり6セクターで下落ということでいいと思います。で、エネルギーが弱いということで、まあ、原油が若干下がっているというところになります。で、テクノロジーが非常に強いということになります。で、一番後でも言いますけども、アメリカはそんなに利下げという感じではないんですけども、アメリカ以外のところでは結構もう6月からカナダとか、あとは 下に書いてありますけども、ECB、ヨーロッパ中央銀行が6月から利下げするんじゃなかろうかと、まあ、そういう準備を進めているみたいな、まあ、そんな話になっているといったところになります。まあ、基本的にはアメリカが一番先に進ん でヨーロッパが半年遅れ で日本がさらに7、8ヶ月遅れるっていうのが、まあ、通常のサイクルなんですけども、今回はアメリカの利下げの先にヨーロッパが利下げすると、まあ、そのようになっております。まあ、それだけアメリカの景気がいいということなんだろうとは思いますけどというところです。それで10年債で後で確認しますけども、まあ、ほぼ動かずというところになっています。若干上昇していたかと思います。で、2年債でも 4.96 ということで、まあ、昨日 5% に近づきましたというところなんですけども、今日は落ち着いているかと思います。まあ、基本的にはここで打ち止めじゃないかなというふうに私個人的には感じておりますけども、まあ、どうなるかは分かりませんと一応言っておきたいと思います。それで経済指標はまちまちなものが出ましたということで、今日は失業保険申請が出ましたと。で、これ強いんですけども、市場はそうは捉えてないというところになっております。ということで、ダウでも見たいと思いますけれども、ダウはご覧いただいた通り上昇しておりますということで、昨日の値下げ分、5日のチャートで見ると、まあ、昨日はこれだけドーンと下げたわけなんですけども、まあ、その半値戻しは若干いかないかなというところになっております。プラス 76.03 プラス 0.2% と若干上昇になっています。で、今日の寄りから若干下がりまして、38,240 くらい。そこら上がりまして、38,550、60くらいですかね。590まで、上がったかと思いますけども、それで、今まあ落ち着いているというそんなところになっています。
で1日の値幅としては250、280、290くらい、割と大きく動いているのではなかろうかというふうに思われます。で1年のチャートではこんな感じというところで、1年ではここをピークにして、まあ、なんとかだらだら下がりましてと、でどっかで反転してまた上がるんだろうなと、私の勝手な想像ではそのようになっておりますというところです。次、S&P500 若干上昇しておりますということで、プラス 46.57、プラス 0.9% ということで上昇しましたと。5207ということで、5200をまた回復しましたと。で、よりから若干下がりまして、5140くらい、そこから上がりまして、5210くらいまで上がりましたと。1日の値幅としては70ということで、こっちもまあ、それなりに動いたのではないかと思います。で5日のチャートではこんな感じというところで、下がったところはだいたい回復をしたというところになっております。多分ナスダックは回復してまた上に行ってるという、そんな感じになっているかと思います。それから1年のチャートではこんな感じというところで、まあこうなって横横になりましたというところで、今落ち着いているのかなというふうには思います。さあ上か下かっていう話になると、そうですね、でまあもう半年でこれだけ上がったんだからもういいんじゃないのっていう気持ちもありますし、まあこれから金利が下がるんだからっていうふうに考えると、もうちょっと上でもいいかなと思いますし、ひょっとしたら不景気かもしれないって思うと、まあちょっと下かもしれませんねと、まあそんなところで、これは毎日見ていくしかないかなというふうに思われます。次、ナスダック、割と上昇していますということで、プラス 260.22、プラス 1.61% になっています。16,430 ということになっておりまして、1日の値動きとしては、よりか気持ち下がって16,180くらい、そこから大きく上がりまして、16,440くらい、まで上がりましたと。で、1日の値幅としては、280くらいということで、まあ、それなりにやっぱりこっちも動いてるんじゃなかろうかというふうに思います。まあ、それだけ強いということかなと私は思いますがと。で、ちなみに5日のチャートでも、昨日の下落ってここなんですけども、まあ結構回復しましたよねという感じになっています。あ、そうだ、赤い丸がないということに今気がつきまして、赤い丸を出しましたけども、まあ、ここの下落になっておりますというところから大きく上がりましたと。こうこれだけ下がって倍戻ったっていう、まあ、そんな感じに倍返しみたいな感じになっているかと思います。で1年のチャートでもこんな感じというところで、ひょっとしたら新値取ってくるかもよっていうところで、前回の高値は 16,428 ということで、今回の高値は 16,433 ということなので、前回の高値を抜きましたといったところになっておりますので、またここから新たな波動が始まると、まあ、そのような兆しが見えるものにはなっています。まあ、春がやってきたという、そういう理解でよろしいのではないかと思います。で、ラッセル2000小型株ですけども、ちょっと上昇しましたというところになっています。それから高配当の ETF も若干下落というところになっております。ハイルド債は若干下落というところになっていると、うん、それで、このなんとか1000円なんとかっていうのは消えていただいて、この広告もちょっと消えていただいて、それでヒートマップですけども、ハイテクが大きく上がっていると。マイクロソフトが 1.3% のプラス、 NVIDIA がプラス 3% のプラス、 Apple も 3% のプラス、それからブロードコムがなぜか上がってまして、プラス 4% と大きく上がっています。マイクロンもプラス 3% と、まあ、この辺 AI 銘柄というところのつながりなのかなっていう感じはします。それが Google でプラス 1.9%、 メタでプラス0.4%、 Amazon でプラス 1.8% ということになっています。でモルガンスタンレーで 6% 大きく下がってまして、これがですね、ウェルスマネジメントの、何か問題が起きたということで、当局が調査に入るという話だったかなと思いますけども、後でブルームバーグで確認できるかと思います。まあ、それほど大きなニュースがありましたと。まあ、決算前なのにねというところです。それからというところで、あとはあ、そう、決算があったファスナルでいいと思うんですけども、ネジとかそういう部品、産業用の部品の配送を担当する会社というところですかねと。日本では近いのはモノタロウという会社がありますけども、あそこから、通信販売を取り除いた実店舗のモノタロウみたいな、そんな感じの会社が近いのかなとは思いますけども、決算をミスしまして 5% 下落をしていると。で石油株はほとんど変わらずということで、エクソンモービルのマイナス 0.1%、 シェブロンでマイナス 0.5% と、この辺のレイアウトがちょっと変わったような気がしますと、そんなところになっております。まあ、ハイテクが今日は強いというところで確認できたかと思います。ということで、
はい、経済指標ですけども2枚ありましてと、いったところになっておりまして、まずはアマゾンの CEO が発言をしておりましてということで、これ何で喋ったかという話なんですけども、何で話をしたんだろう、 CNBC のインタビューで、アンディ・ジャジーさん、ジャシーさんという方ですかね、この方が CEO だということなんですけども、消費者はお金は出しているには出しているんだけども、何をどれだけ使うことに関しては非常に注意を払っていると、このような話をしています。で、同氏によれば消費者は取引できる商品を見つけたら、必要に応じて買い物はすると、しかし、そのため日用品は 20% の成長を遂げましたと。で、人々が洗剤やシャンプーなどの、を買わなくなるまでにはかなり時間がかかるだろうと。だから足元の消費はそれなりに強いということを言っているというところです。で、しかしということなんですけども、テレビやコンピューター、電子機器などそういった消費裁量品、要するに、買ってもいいかなと思えるようなもの、写真材といえばいいですかね、お金ができたら買おうかなと思うようなものに関しては、経済状況の平均から見れば低いペースだということを言っているのではないかというふうに読める文章にはなっています。まあ、そんなところでしてというところで、まあ、消費者はまあ慎重になっていると、そういう話をしているというところです。それからフレディマックの住宅ローンが発表になりまして、まあ、今日は高金利の日、最近高金利になっておりますのでというところで、金利は 7% 近くになりましたということで 6.88% ということになっています。で、サムケーターさんがいろいろ喋ってるんですけども、まあ、特にこれという話はないかなと、経済情勢を反映しましたというところでよろしいかと思います。それから発言が2つありまして、まずはボストン連邦銀行のコリンズ総裁はニューヨークエコノミッククラブのイベントで話をしたと。で、この人はハト派かタカ派かというのはよくわからないんですけども、雰囲気的にはハト派っぽい雰囲気はしますかと、そんなところですけども、まあ、中道かな真ん中かなという、まあ、そんな感じになっているかと思いますけども、それ何を喋ったかっていう話になると、今年の政策の緩和、利下げが、まあ、金融緩和がこれまでよりも小さくなる可能性があることを示唆していますと、そのように言っています。それから忍耐強く系統を立てて全体的にアプローチすることを推奨していると。それから金融政策の引き締めすぎるリスクは後退していますと。それからより忍耐強くアプローチを取るということを言ってますので、まあ、要するに年内の利下げがあるんだろうけども時間はかかるということで、まあ、あるとしても年の後半かなといったところになっているかと思います。あるいは3回が2回になっているかもしれないなと、そんなところではないかと思います。はい、まあ利上げするという話にはなってないと、そんなところで、よろしいと思います。で、それから次ですけども、ニューヨーク連邦銀行のウィリアムズ総裁が話をしまして、この人は FOMC のいつもメンバーというところになっています。それで不安定ながらも今年は利下げを予想しているという話になってまして、これはどこで喋ったかっていう話になるんですけども、ニューヨーク連邦住宅融資銀行という銀行があるそうで、でここで講演をしたと、現行もある講演をしましたというところになっております。で、インフレ率は 2% の緩やかな回復を続けると予想していると。でも最近のインフレ統計で見られるように多少の波はあるだろうと、まあ、このように言っておりまして、まあ、パウレさんと大体同じような話をしているといったところになります。で、先行きは不透明であると。それから我々は2つの任務だから、物価の安定と雇用の最大化というのが、まあ、完全に一致するという状況ではまだないようだといったところで、まだ政策の何かのやる政策を行う余地があると、まあ、このように言ってるんだと思います。で、それからウィリアムズ総裁は2月時点の消費の支出指数というのを見ておりまして、でこれを若干上方に修正していると。ちなみに 2.25 か 2.5% に若干上昇したというところになっています。これは FRB が見ているという数字だそうでして、とそれで、またウィリアムズ総裁は雇用市場がより正常になる兆しを上げて、それは失業率が今年 4% で最高となると。
でその後は徐々に失業率は低下するというふうに予想をしましたといったところになります。でそれからというところで、それからバランスシートの話をしていると QT のペースを遅らせるということは、差し迫った政策の変更ではないという話をしていると、そんなところですかね。はい、ということで、まあ、基本的にはですね、いろいろ懸念材料はあるんだけども、今年利下げするというふうにどこで喋ってるのかがいまいちわからないんですけども、今年から利下げを行う見通しを示したというところで、今年利下げがあるということは言っていると。ただ何月になるかという話はしてないというところになります。まあ、大体同じような話をしているものだろうと思います。でもう一枚ありまして、皆さんご注目だったと思いますけども、3月の生産者物価指数が発表になりましたと。で昨日なんとなく言いましたけど、生産者物価指数の方が消費者物価よりも先に動く傾向がありますので、今のこの経済情勢毎日お伝えしてるんですけども、なんとなく、消費者物価ほど強くないんだろうなというふうに思ったわけですけれども、そのように喋ったかと思いますけども、その通りになりましたと。月次でプラス 0.2% ということで事前の予想よりも下だったと。で市場はここで反応はしたというところになっています。他細かいとこ見るとそうじゃないところはあるんですけど、市場は見てないというところになります。でこれが前月のプラス 0.6 よりもかなり弱かったというところになります。でちなみに年率でいきますと 2.1% のプラスといったところで、これは事前の予想よりも弱いという数字になります。で一方コア PPI に関しては事前の予想通りプラス 0.2% ということになっています。ただし年率ではプラス 2.4% ということで、事前の予想が実は 2.3% なんですけども、それよりは強いといったところになっています。前月も 2% ということなので、それよりも強いと、一応書いておきますかね、一応プラスの 2.4% の年率でしたと。で、事前の予想がプラス 2.3 だったと。で、前月がプラス 2.0 ということで、必ずしも両手を上げてというわけじゃないけども市場はそこは見てないと、そんな感じになっているかと思います。それから次ですけども、新規の失業保険申請がありまして、これ実は強いという数字になっています。21万1000件ということで事前の予想を、5000件下回りましたということなので、経済は強いということを示唆しているものだろうと思います。経済が強いというか、雇用は強いと、そういうとこかと思います。で前週よりも前週に22万2000件なので、かなり強いと、そんなところになっております。はい、だいたいこんな感じというところで、次行きたいと思いますけれども、次は為替、ですけれども、為替の前にウィーブル証券で、これからですね、今日ちょっと最後時間があると思いますので、 NVIDIA 10万円実際に買ってみようというところで、アプリが実際どういうふうに使えるのかというところを、ご紹介かてらですね、私もですね、毎月10万円何か買うということにしておりまして、そういったのを紹介しようかと思います。一応なぜこう使うかという話なんですけども、ここに書いてあるんですけども、5ドル分から買えるということなので、5ドル以上であれば1ドル単位で 0.0001 株から買えると、これがですねなかなかないんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、一応24時間取引可能ですというところで、これも他の証券会社ではなかなかないところではないかというふうに思います。それでというところで、為替ですけれども、まずドル円なんですけども、今153円に入っておりまして、と、クソ昨日買えばよかったとこう思うわけなんですけども、それでですね、今ドル円は153円17銭ということで、17銭の円高、円安の方向に触れています。チャートはこんな感じというところで新たな領域に入りましたと、そんなところになっておりますが、為替の介入は多分ちょっと難しいんじゃないかなというふうに、私は思いますが、というところになります。それからユーロ円に関しては1銭の円安ということで、ほとんど動かずというところになっています。イギリスのポンド円は54銭の円安と。でこの辺は ECB で今年利下げしようかどうしようかみたいな、そんな感じになっていると思いますので、
まあ、そういったところも反映しているのではないかと思います。でオーストラリアドル円は54銭の円安、まあ、チャートはこんな感じと、ニュージーランドドル円は47銭の円安、それからカナダドルに関しては17銭の円安と、でカナダに関しても6月利下げをするんじゃないかなというような発表がありましたと、まあ、実際6月にならないとそれは分かりませんけどというところです。それからスイスフランに関しては79銭の円安の方向に触れていると、それからトルコリラはまあ見た通りというところで、まあ、下がってはいませんという感じになっています。南アフリカランドはちょっとずつ円安の方向に触れているようには見えますけども、まあ、今日はこんな感じというところになっています。でそれから注目のビットコインですけども、7万ドルにまた乗せましたといったところで7万579ドルということになっておりまして、日本円では1076万4900円という水準になっています。まあ、何回か言っている通り、まあ、この辺がドカンと下がれば、その後株式がドカンと下がると。で、この辺が上がってくれば、また株式も上がると。まあ、このような感じで、結構強いトレンドが発生しているようには見えますけども、まあ、上値もなんとなく切り、ここもなんとなく天井感があるので、まあ、ここで煮詰まり感がそろそろ出てくるかなというふうに思われるものにはなっています。で、原油は85ドルというところで、まあ、若干下がりましたというところになります。それから半導体指数は上昇しましたというところと、それから金利に関してはこのようになっておりまして、まあ、非常にだんだん見にくくなってくるわけなんですけども、どこにこれを置いたらいいのかというところですけども、10年債も2年債も、いや違うね、10年債はちょっと上がって今 4.56、それから2年債はちょっと下がって 4.93 というところになっています。 5% でかなり強い抵抗があるだろうというふうには思いますけども、突破するかって言われるとなんか突破しないような雰囲気はしますけどというところが私は予想してますが、と逆イールドはマイナス 0.36% ということになっています。でビックスはとうとうこれは来ましたよ。ビックスは売りのタイミングではないですかっていう、まあ、そんなところになっているかと思います。15ということで、まあ、特徴的なこの2つの山というのが、現れましたので、多分売りだろうというふうに、売りで入って取れるだろうというふうに思えるものにはなっています。まあ、実際入ってどうなるかは分かりませんが、一応言っておきますけどというところで、まあ、ビックスが下がるということは株価にとっては悪くないということなので、株価にとってはプラスの方向にこれから働くんじゃないかなっていうふうに思えるものにはなっています。バリューグロス比率は大きく上がりましてというところで、あ来ましたねというところで、この辺で反転するのではないかというふうに思えるような指標にはなっております。プットコール氏は別に見るところはないということで、金はさらに上昇しておりましてというところで、2369というところで、また新たなところに入ってきたかなというふうに思います。まあ、今日は金利が下がっているということと、まあ、それ以上に誰か買っているということだと思います。まあ、具体的な名前で言えば中国の中央銀行ではなかろうかというふうに思いますが、とかなり強いですね。もうチャートもへったくりもないような感じで、右肩上がりで上がっていると。で同金レシオは、まあ、特に見るところはないですかねというところになります。でブルームバーグのニュースで確認をするわけなのですけれども、はい、先ほど更新したんで、まあ、一応もう一回更新してみましょうかと、まずはモルガンスタンレーの株が急落しているということで、先ほど、ヒートマップで確認をしたところになります。それからというところで、年内の利下げは1回だけではないかということで、バンクオブアメリカが修正をしましたと。でこれですよねというところで、ラガルド ECB 総裁はアメリカの金融政策の影響を認めるというところで、3月開口から姿勢が変化しているという話がありますというところですけども、利下げをする準備をしているという話にはなってないですねと。それが岸田首相の話がありましてというところで、アップルにヘッジファンドが注目しているということで、今回 M4 チップ上にバナーでニュースが出ると思いますけども、唯一のニュースがアップルの M4 チップには AI が AI 処理用のプロセッサーがたくさん乗るという、まあ、そんな話になってましたと、言ったところかと思います。で OPEC が夏のガソリンの需要は堅調だという話と、 PPI が大幅上昇でブルームバーグは切り取ってますけども、市場はそうは見てないんじゃないかなというふうに思ったりはしますというところです。ということで、個別の株価の話なのですけども、まず決算がありまして、まずコンステレーションブランズ、ビールのメーカーですけども、決算は良かったというところになっています。で EPS は 2.26 ありまして、事前の予想 0.17 も上回りましたと。売上高成長率は 7% と堅調に伸びていると。株価は今は
1% 上昇したと。で比較的これはあのブランド名書いてありますけども、ビールの この辺の銘柄はあまり詳しくないんですけども、ですね、モデロスペシャルというのが 14% 売上が増えましたと。で一方パシフィコなんとかっていうパシフィコというのが 22% 減少しましたと、そんな話になっておりまして、必ずしも全部の事業がいいというわけではないと。ワインは 6% 減少したというふうに言っておりますと。で全体としては、まあ、比較的市場は好感しているといったところになっておりまして、EPS の予想を出しているんですけども、来年の EPS のコンセンサスが発表、ありまして、それが 13.43 ドルだそうなんですけども、今回のガイダンスでは2025年度の EPS は 13.5 から 13.8 になると、このように言っているというところになって、市場はこの辺は好感していると思います。まあ、利益率は特にこれという話はないんですけども、ビールをって 30% も儲かるのかと、そんな感じになっておりまして、一応営業利益率は営業利益率ですからね、で 34.4% になりましたと。まあ、そんな話になっております。で次ですけども、個別の銘柄のニュースなんですけども、今日はっきり言ってニュースがない日になっております。でまずは NVIDIA がレイモンド・ジェームズが目標を1100ドルまで引き上げましたと、このようになっておりまして、まあ、これがきっかけかどうか分かりませんが、株価は 3% 上昇しましたと。でメタもパイパーサンドラーが目標を600ドルに引き上げましたということ で、これは株価にはほとんど影響はしていませんと。それからアップルが M4 チップに AI を載せるという AI をたくさん載せるというレポートがありましたというところで 3% 株価が上昇したと。まあ、これがきっかけかどうかは分かりませんがと。それからファスナル、先ほどお伝えしましたけども、ネジやボルト、ナットの類を、配送してくれるというサービスを提供している会社、前回の決算非常に良かったはずなんですけども、今回決算ミスをしまして 5% 売られていると、そんな話になっております。ということで、今の話をチャートで確認をしようというわけ、なのですけども、まあ、一応株価を適当じゃない、それなりに見ると、まずはコンステレーションブランズは今268ドルというところになっています。まあ、株価は比較的堅調ではないかというふうに思われます。それからファスナルですけども、前回の決算でポンと飛んでですね、そこはぐんぐん上がってたんですけども、今回の決算で、また下がりましたというところになります。まあ、全体としては、まあ、右肩上がりっぽい雰囲気はしますけども、50日移動平均線は大きく割れましたと、69ドルということになっています。でカーマックスも決算がありまして、決算ダメでしたという話になっております。売上も EPS も全然ダメというところで、71ドルというところになりましたというところです。はい。で次は何があったっけ、あ、そうそう、日経平均ですよねというところ、AI 関連も一応 見ましょうという話になっていると思いますけども、ちょっとなんかこの辺が昨日 Windows のまた再起動がありましてということで、チャートが崩れておりますけども、一応 NVIDIA が今904ドルというところになっています。まあ、これからあと9分ありますので買えると思いますというところ、です。はい。あとはマイクロンが 3%、これはさっき言いましたかねと、スーパーマイクロコンピューターは 2% 上がっていると、まあ、そんな感じになっています。で新興国はポーランドが24ドル、ブラジルが31ドル、それからメキシコが68ドル、それからチリが27ドル、そうですねというところで、ベトナムが13ドル、まあ、横感かなというところですかね、インドは52ドル、まあ、この辺ちょっと揉み合うかなというところですかね、それから FM というティッカーに関しては28ドルというところで、また新たな波動が始まるのかなというような予感がしますというところになっています。で日経平均ですけども39,660円というところで、まあ、最近上がったり下がったりが激しいかと思いますけども、まあ、基本的にはこれ見るとそんなに下がってないなという、まあ、そんな感じでいいかと思います。また時期を見て上がる時が来るんじゃなかろうかというふうに私は勝手に思ってますがと。で経済指標ですけども、まあ、大体喋ることは喋りましたと。で決算ですけども、これから JP モルガン、ウェルズファーゴ、ブラックロック、シティの決算がありますと。まあ、特に個人的にはウェルズファーゴじゃないかというふうに思いますけども、まあ、買いたいくらいでしたかねというところです。ということで、チャートじゃないや、まとめておしまいにしようかと思うんですけども、それで今日は4月11日になりました。
4月の10日の米国株市場についてお伝えをしましたと、いったところになります。で、決算シーズンに向けましてというところで、もう市場は決算シーズンですからと、いうところで、昨日の下落はもう忘れましたと、そんな感じになっています。で、 PPI は、まあ、そんなに昨日の CPI ほど悪い数字ではありませんでしたということは、今後 CPI に関しても今日の PPI のような風にだんだんなっていくんだろうなというふうに思われますと、まあ、いつもの傾向だとそういうふうになりますというところです。で、まあ、経済指標はまちまちだったんだけども、まあ、今日は強いですねというところでよろしいかと思います。ということでですね、何をするかという話なんですけども、ここからはですね、NVIDIA を実際に買おうということで、私が紹介しているウィーブル証券のですね、で実際に触ってみようということになって、言いますと。で、まずはここに画面がありまして、これが、アプリなんですけども、で、何を押すかという話なんですが、これなんか地球儀やると、なんか地球が出てくるんですけど、これはね、あんまりちょっとこうやって見ても何を、言いたいのかが分かりませんが、まあ面白いですねということになっています。で、そうこれをこうして指紋認証がありましてというところで、一応ここに10万円がありましてというところで、左下に10万円が見えるかと思いますけども、で、これを円に変えるわけですけども、まず為替で、日本円が10万円で、今すぐ両替をして652ドルになるらしいんですけども、昨日買っとけばね、もうちょっとになったかと思いますけども、でドルに変えてからですよ、変えてから変わったんだろうか、多分変わってると思うんですけども、でそれで NVIDIA がありまして、毎月買ってますんで、今 2株、2点何株ありますというところになっていますと。で、そこからですね、24時間取引が可能になりましたというのが出てますけども、まあ、それはさておいてなんですが、でこれで買い付けで、米ドルで、注文方法は成り行きにして、数量をですね、株数じゃなくて、金額に直して、今いくらあるんだっけ、650何ドルっていうふうに確か喋ったと記憶してますけども、あ、忘れてしまった、ちょっと待って、これどうしたらいいんだろうね。一回地球儀をしてからすると、あ、分かった、652ドルありますねと、それを覚えてまた NVIDIA をして買い付けをして、それで米ドルで、差し値じゃなくて成り行きにして652ドルになる、数量はあ、おっしゃるとおり、652ドルは652ドル、ドル単位で買えるというところになっています。それで、買い付けをやると、表示、規約を承認しろということですけども、はい、規約が分かりましたと。あ、不足しているというふうに言われましたと。651ドルなら買えるのか？あれ？なんと。成り行き、差し値、ちょっと待って、差し値で、じゃあ905ドルくらいにして、いや違うね、これはだからさ、ドルにして、成り行きにして、652ドルにして、これでいけると思うんだけどね。で注文、あれおかしい、なぜ652ドル特定口座、あ、わかった、この辺だ、じゃあ650ドルにしよう、手数料があるのかも、あ、やっぱりそうだった、はい、手数料がありましたというところで、手数料分に差し引かれるということに今気がつきましたと。これ確か口座を申し込んでから3ヶ月間は無料だったかというふうに思いますということで、こんなふうに変えましたというところになっています。ちなみにチャートを表示させるとこんな感じというところになっておりましてと、それで、板が見れるというサービスがあるんですけども、これはオプションで板が見れますというところになっております。はい、板の見方はどうやって見るんだっけっていうのは今すぐには出てこないので、オーダーブックかな、あ、一応こんな風に板が見れるというところも、注目ではないかと
というふうに思いますというところです。はい、ということで、また地球儀をあら表示しておしまいというところにしたいと思いますというところです。はい、こうかな。はい、ということで今4時59分35秒ということになりましたので、あとはダウでも表示してコメントが来ればコメントをお読みしてというところで、今ダウはプラス15という数字になっています。それからナスダックを見たいんですけど、ナスダックはプラス 1.7% ということでまた大きく上がろうとはしているようには見えますけども、1日のチャートでは結構来てますねというところで右肩上がりで上がってよろしいのではないかと思います。ということで、あとコメントを読みしておしまいにしようかと思いますけども、まずは姫もさわせますということで、それから誠治坪内さん、ドーンゲームさん、プライベートインベスターさん、ナオさん、山田さん、土井さん、タオジジさん、それからギシーロングさん、あ、すごい読み仮名があってよかったですねと、初めてのリアル視聴ですという、まあ、こんな感じでやってますということで、今4時59分になっておりますので、あと1分で、あと30秒でおしまいというところになっております。それからポパイさん、まあ、金利は下がらないと思いますよと、その代わり利上げするかどうかというところだけ見ておけばまあいいんじゃないかというふうに思います。それから山田さん、そうなんですよねというところですね。はい、まあ、今日は私買いましたというところになります。KZMLKT さん、 Y 島さんおはようございますということで、トカワさんでいいのかな。はい、それからヘンリーさん、それから A さん、そうですね、昨日買っておけば本当に 3% プラス為替の分でもうちょっと儲かったのになと思いますけど、まあ長期で持つんだったらあまり関係ないかなというふうに思ってやってますと。それから小泉さん、ベルが上がってますというところですけども、はい、まあ、それぞれでチャートはご覧くださいということにしますかね。それとも今見ますみたいな、ベルはどこ、ベルこれで見たらいいかなというふうに思いますけども、VERU これでいいのかな。で、私が邪魔。はい、ベル、はい、1ドル80セントということで、そうですね、というところでちょっとまあ1ドル80セントだとちょっとなんか買いたいという雰囲気にはちょっとならないんですけど、一応決算がありまして、決算ミスってると、まあ、そういうところから急上昇しておりますと、それ以上は私は分かりませんというところになっております。まあ、ちょっとなんか 手は出しにくいなというところだし、そもそも日本で買えるのかっていう、日本の証券会社で買えるのかというところもあるかと思います。それからというところでどこまで行きましたかねと、それで ORF90XP さんおはようございますということで、そう、お疲れおじさん、しげめにさん、ハム太郎さん、そらさん、まるまるチャンネルさん、三人さん、ケンニチ太郎さん、ぐんぐんさん、それから株小僧さん、A さん、一株買えないよっていう、だから一株買えなくても10万円で 0.00001 株だったかな、はい、0が4つに1株買えると、だそれが一番やりやすいなというふうに思うところですよねと。それから間に合ってよかったということで、はい、ダウがマイナスになっちゃったの、あ、本当だ、マイナスで終わりそうですねというところで、1日の値動きではマイナスで終わると、そんな感じになってしまいました。まあ、忙しい相場ですねというところになっているかと思います。はい、まあ、このようになりましたというところで、今5時1分58秒ということになっておりますので、まあ、もう終わってしまいましたけど、でもウィーブル証券内24時間で買えますよというところで、概要欄からぜひご応募くださいと、まあ、そんな感じになっております。まあ、1万3000円だったかな、のキャンペーンもやってますというところで、詳しい条件はそこに書いてあります。といったところです。ということで、日本一早い米国株市場解説といったところでお伝えをしました。それではご視聴いただきましてどうもありがとうございました。